村上町15月25日から1987年2月13日は日本の裁判官、最高裁判所長官、東京帝国大学法科卒業、大阪地裁、京都地裁、東京地裁などで裁判官生活を送り、1938年に司法省民事局に勤務、戦時中に陸軍事政官になり、ジャカルタに派遣されたが、 敗戦のため抑留生活をした。復員後に、再び司法省民事局に勤務し、民法の改正作業に携わった。その後、1948年から法務庁、民事局長を10年務めた。1952年4月19日に、法務府民事局長として、平和条約の発行に伴う、朝鮮人台湾人等に関する国籍及び、 古籍事務の処理についてと題する通達を出した。続いて、検察にも民事の知識が必要として、最高検後半部長となり、八海事件や松川事件の有罪論を組み立てた。その後、再び裁判所に戻り、横浜地裁所長、東京高裁判事、仙台高裁長官、東京高裁長官を歴任。百六十九年に最高裁判所判事に、 就任。1973年に最高裁判所長官に就任した。就任の際に、石田前長官時代の激動期について、私は司法の危機はなかったと思う。しかし、誤解があれば、それを解く努力をすべき、公正、妥当だったと強調した。長官就任後の初めての高裁長官、地方所長会合では、迅速な裁判。 反事保の育成指導を訓示した。世間の理解を深める意味で、司法記者との混乱を時折開くなどした。在任中に1974年5月に、東京都千代田区早部社長にある、現最高裁庁舎ができた。1976年4月14日に、衆議院議員総選挙の一票の格差について、最高裁大法廷裁判長として、戦後の選挙について、 初の意見判決を出しながら、事情判決の法理として、選挙無効を回避した。最高裁長官退官後に、事情判決に公選法を適用することには勇気を必要としたと語った。父も兄も医者。長男は、東京大学法学部教授を歴任したドイツ法。専攻の村上淳一。ありがとうございます。